にちは、近藤千尋です。今日はですね、どうやって小顔になっているんですかっていう質問がたくさん来るんですけど、普段はですね、もちろんコルギとかに行ったりしてるんですけど、なかなかやっぱりコロナ禍でそういうとこに行けなくなっちゃったりとか、あとはですね、妊娠中だとそういうとこにあんまり行っちゃダメだよっていうお医者さんもいると思うので、今日は自宅でできる簡単のセルフケア、5分でできる小顔のマッサージを紹介したいと思います。早速この手に持ってるピンクのやつを紹介したいんですが、じゃん、これはですね、もう2年3年使ってるんですけど、このアガリズムっていうモイスチャライザーアガリズムスティッククリームって言いまして、カスタがクリームになっちゃったよバージョンなんですね。これほらこうなってて結構硬いんですよ。これだけどクリームが固まってるからお肌にも馴染むし、普通のカッサってちゃんとクリーム、顔にクリームつけてからやるじゃないですか。だけどこれはこれ1本でクリームもいらないし小顔にもなれるっていうめちゃめちゃ優れものなんです。で、今回ですね、アガリズムずっと使ってたらアガリズムのイメージモデルになっちゃったっていう夢は叶うそうなんです。なので今回ちょっとこのアガリズムをずっと愛用してたアガリズムを紹介したいなと思いますので、ない方はアガリズムの代わりに素手とかでもいいので、ぜひ皆さん一緒にやってみてください。じゃあまずこのアガリズムをこのぐらい、私はいつもこのぐらいが使いやすくて、あんまりちょっとしか出さないとここの角が皮膚に当たってちょっと痛くなっちゃうので、私は結構ねちゃんと出します。ここくるくるって回したら出てくるから、今日は、ビフォーアフターが分かりやすいようにこっち側だけやりますね。そしたら結構変わるんです。顔の引き上がり具合とか小顔具合が変わるので、今日はじゃあちょっと右からやってみますね。じゃあまず私がよくやるのはほっぺたの頬骨の高さをまず結構強めに押します。あいたたたたた結構痛いんですよこれが。で、ここにね、こめかみのとこがちょっとへこんでるので、そこがツボだと思うので、ここまで一回いったらグディグディグディ、もう一回グディグディグディ、もうすでに見て赤くなってる。結構血行が良くなると赤くなるんですけど、強くしすぎちゃうとちょっとあざっぽくなっちゃう方もいると思うので、そこは自分の力加減で、痛くない、痛気持ちいい程度でやってみてください。次、ここまでやったので次真ん中で、ここの頬骨があるんですけど、ここの頬骨って結構リンパが溜まりやすかったりとか、ここがむくむと結構顔がどんどん大きくなっちゃうので、ここに頬骨に沿ってグッと上に引き上げます。グッと、そうすると結構ここの骨の間のむくみが取れるので気持ちいいんですよね。で、この辺は耳の後ろに最終的に流したいので老廃物をまずここに流します。ほい、こんな感じで、次は一番大事なフェイスライン。ここマジで大事だよね。ここがちょっと下がってるだけで、あれ太ったって思われるし、ちょっとここが上がるだけでマイナス3キロ見せぐらいのできるので、ここは一番力を入れます。で、結構顎のここの真ん中から上にピュッて、で、人によってはここゴリゴリ音がするんですよ。で、結構骨の音だったりもするんですけど、ここに蓄積された古い老廃物が流れる音だったりもするので、ここもやりすぎちゃうとあざになっちゃったりとかする人もいるので、ここは本当に各自の力加減は大切にしてほしいなと思います。で、今ね、こことここの老廃物がここに溜まってると思うので、ここに溜まってるものを今から下に流します。下に流します。ここも痛いんだよ。ここもすごいリンパが通ってるから、でやっぱりここを流すことによってここの顎のラインが出てきたりとか、あと首筋も綺麗に見えるので、結構痛いけど私結構毎日ぐらいやってるけど痛いから、普段やってない方はもっと痛いかもしれない。で、最後、顎の下だね、ここ結構大事。
人間人間やっぱりね、壺に入れるのが一番大事だと思う。で、ここで流すっていうね。で、ここのですね、鎖骨の上のあたり、ここね、みんなギュッと押してほしいんですけど、ここめっちゃ痛くないですか。ここが本当に痛い人は悪いものが溜まっている証拠なので、ここは定期的に気づいたら押すようにしてあげてください。そしたら顔色も良くなるし、顔のむくみも取りやすくなります。肩こりとかも後ろばっかり原因だと思ってる人いると思うんですけど、意外にこの辺、ここが溜まってる人は肩が凝っちゃったりとか、あと首が前に出てたり、スマホネックになっちゃってる方もここが凝りやすいので、アガリズムを使ってここもグリグリしてあげてください。そうすると首の筋が長く見えて、首が長く見えるとまた小顔効果になるので、全部つながってます。もうね、こんぐらいやっちゃえばだいぶ違うと思う。右と左見てみるよ。いくよ見てみますよ。いっせーので、どう、肩すごい。あと首のここ全然スッキリしてる、すごい。で、今ざっと何分ぐらいだろう、多分5分もまだ経ってないと思うんだけど、本当にこれするだけでここの角度が全然変わるんですよ。普段からケアしてる人でもこんだけ変わるから、最近全然ケアできてないわっていう方がこれやったらだいぶ変わると思う。ここがなくなることによって、わかります？首の長さがこう変わるから、首が短い人って結構顔が大きく見えちゃうんですけど、首が長くてちゃんと首がスッてしてて顔がちっちゃく見えるので、そういうマジックもあると思うんですよね。結構さ、笑ったらわかんない、違うよね。なんかほうれい線の位置でわかると思うんですけど、こうやってやった方の方がほら薄くない、ほうれい線が。このままだと仕事いけないってぐらい変わるので、本当に普段あんまり小顔ケアとかやってない方には本当おすすめです。アガリズム、いろんなとこで見かけると思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。あとこれ持ってないよって方は、普通に乳液とか保湿クリームとかを塗った後に、これと同じような感じでグー拳を作ってもらって、私と同じさっきの要領を、まずこうやってこめかみ行って、こうやって行って、こうやって行って耳の下流して、ここのグーグーグーって押すだけでだいぶ左右が変わるので、ぜひ皆さん、アガリズム持ってる方も持ってない方も小顔効果試せると思うので、実感すると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。バイバイ。